本日は帯広西3級スクエアビルのトイレを紹介していきます。2021年に完成したばかりのビルで、帯広駅から徒歩圏内にあります。では、トイレを見ていきます。室内はちょうどいい広さで非常に綺麗です。便器は等々製で定番のホワイトが採用されています。ウォシュレットは壁リモコンのタイプで、ボタンが大きく非常にわかりやすいです。流す際はこちらのボタンを押しますが、 こちらも大きくで分かりやすいです。壁紙や床のデザインが家のようです。ミニマリストの方ならこの中で暮らせそうなくらい綺麗です。